はい、人の意見は聞かない方がいい、相談しない方がいいっていう動画です。なんでかっていうと、その個性的な意見、個性的な挑戦、チャレンジがもう普通になってしまうんですよね。相談したりすると、こう世間の普通に戻されて、さもそれが正しいっていうふうに思われされてしまうんですけど、正解っていうのは十人十色で人それぞれなんですよね。例えば、受験勉強とかで、1たす1は何ですか？答えは2じゃないですか。で、そういったもう簡単っていうか、まあ、1たす2は簡単すぎるけれども、テストの正解っていうのも必ず正解があるわけですよ。数字なのか、番号なのか、言葉なのかわからないですけど、必ず正解があるんです。それを学校の先生とか塾の先生に、この解き方を教えてくださいっていうのはいいと思うんですけども、例えば、この先どうやって生きたらいいんですか？人生とは何ですか？とか、そういった正解がなんだかわからない。人それぞれ正解が違うものってだと、無難なものにしか答えられず、一般論として。なので、そういったことを人に聞いても、いい答えが返ってくるとは限らないんですよ。もちろん、いい答えが返ってくる可能性もあるけれども、そうじゃない答えも返ってくるわけです。で、そうじゃない答えのが多いんですよ。例えば、塾の先生、学校の先生に、もう学校行かないで、自分は世界一周したいんだと、世界一周して、その先々で、その現地を見たりして、世界を感じて、その旅してみたいんだとか。で、今だったら YouTube でそれを撮って、世界に配信できるから、そういった放浪の旅をしたいんだとか、言われたら、学校の先生とか塾の先生困っちゃうと思うんですよね、多分。お、いいね、頑張ってくれ、応援してるよとかはちょっと言えないと思うんですよ。それ言ったらちょっと責任問題とかになるじゃないですか。なんていうか、保身的な人多いと思うので。だから多分、まあ否定はしなかったとしても、もしかしたら否定する人もいるかもしれないし、一般的にはまあ、高校行った方がいいんじゃないかとか、大学行った方がいいんじゃないかとか、中学行った方がいいんじゃないかとか、そういったもう一般論を、一般的な答え、普通な答え、無難な答え、世間的に納得できるような答えしか言えないんですよ。なので、自分がやりたいこと、挑戦したいこと、トライしたいこと、そういったことがあるときに、人の意見聞いたり相談すると、無難なものに引き戻されてしまうんですよ。なので、あまり、そういった意味では、人に相談したり、人に意見を、ね、聞いたりしない方が、いいと思います。僕の選挙だって、僕が選挙出るとか言ったら、絶対に、ね、否定されるんですよ。だから否定する人が多い。あなたのやりたいこと、あなたの意見、あなたの考え方、否定する人ってね、たくさんいる。それがまあ、無難な、それがまあ、普通なのかもしれないです。無難なのかもしれないです。でも、もし何か挑戦するんであれば、自分で、考えてやる。それか、質問する人、聞く人を選ぶ。もう専門家とかね、その道の先輩とかね、自分が見てる景色と、相手が、他の人が見てる景色、違いますから。自分が見てる景色、考え、他の人が見てる景色、考えて違うんですよ。自分はできる。自分は絵が見えてるけども、他の人は見えてなかったりするんで、そうなると、もう一般論とか普通のことばかり言って、あなたの、足を引っ張ったりすること多いです。ドリームキラーとかね、そういうの言ったり言われたりとかするともあると思うんですけど、なので、人の意見とかは、聞かない方が、相談しない方がいいと思いますね。もちろんね、相談していいこともあるんで、相談した方がいいこともあります。人の意見聞いた方がいいこともあるんで、絶対とじゃないんですけども、まあ何かの参考になれば幸いです。